じめまして、新しいがんの検査サービスを考えている泉明弘と申します。これまでのがん検査では、がんかそうじゃないかというリスク検査は、いろんな、選択肢が増えてきている状況ですけれども、それが治療段階に移行して、治療が効いているのかどうかという走行判定のための検査というのは意外なほどにまだ、選択肢がない状況です。特に偽造枠と呼ばれるものが問題で、治療が効いているのに画像診断上では逆に悪くなっているように見えるという見せかけ上の騙しが問題です。そこで、私のサービスでは、血中を循環している腫瘍細胞の個数の増減そのものを見ることによって、その見せかけ上の騙しを見破るということを考えています。これによって、がんの治療選択の精度を飛躍的に向上することができるので、大きく医療にインパクトを与えることができると考えています。よろしくお願いいたします。